皆さんこんにちは、サルです。9月の下旬になりましてね、気候が本当に良くなりましたね。今日は週末なので庭キャンプを楽しみたいと思います。はい、先日ね、完成したね、皮膚希望を使って、今日はその使い勝手をね、確認していきたいと思ってます。庭に置きっぱなしにしていたペンキ缶ストーブなんですが、錆びて内側のカトラリーラックが落ちてしまって二次燃焼機構が使えず、今日煙がいっぱい出るんですが、逆に皮膚希望のテストをするにはちょうどいいので、このままやってみます。はい、これがね、作った皮膚希望になりますね。はい、ただまだちょっとね、今ね、拭くのは早いですね。着火したばっかりなので、今拭いちゃうと消えちゃいます。炎はね、空気とね、温度の関係が大事で、温度が高いのに空気が足りない時だったらね、皮膚希望を使うと、よく燃えるということですね。今はまだ温度が上がってないので拭いちゃうと消えます。そうそう、ちょっとね、ビールでも飲んで、もう少し温度が上がってから拭くとちょうどいいですね。はい、いただきます。もうね、気候がね、25度前後、最高ですね。はいはい、それはね、猫色さんのね、動画見て欲しくなって買ったやつですけども、電池がね、ないのでつきません。つけっぱなしでね、寝ちゃったのでね、この間ね、それはダメですね。電池を変えましょう。はい、これがね、マホガニーです。まだちょっと早いんじゃないですかね。まだね、温度が上がってないので拭いちゃうと余計に温度が下がってね、消えてしまいます。はい、これがナチュラルですね。そろそろいいかな。お、いい感じですね。拭きやすいですね。やっぱね、62センチあるんですけど、長いので、今回ね、ちょっとね、離れて座ってるんですけどね、距離があってもね、十分に届く感じになります。庭キャン用にですね、100均の大きめの網をたくさん買い置きしてます。まあ、100円なので、もう使い捨てで使えるのが便利ですね。今回作った皮膚希望は、握りやすい木製のグリップをつけたことと、先端にナットの金具をつけたことで、もうね、格段に使いやすくなったと思います。これね、ニッスイのね、焼き鳥、冷凍食品なんですけど、これをね、いつもね、冷凍庫に買い置きしてるので、まあ、焼きたい時にはすぐにね、持ってきて加熱すれば食べられるので便利です。そう、これだけ長いとですね、ちょっとこう薪をね、移動したりもね、しやすいし、こうやってやるとね、先端が熱くなっちゃうんですけど、ナットがね、頑丈なので、はい、地面とかにね、こう押し付けてしまってもね、全然こう先端がね、曲がったりしないのでね、安心です。はい、たこ焼きですね。はい、冷凍たこ焼きも焼いていただこうと思います。気候も良くなるとですね、秋は食べ物も美味しいし、ついついお酒が進みますよね。まあ皆さんもね、ちょっと飲みすぎないようにお気をつけください。ちょっとこれ飲みすぎですね。で、今度はね、炭にね、火をつけようとしてます。ちょっといろいろ試してるんですけどね、先端が熱くなってて手で持つと火傷しますので、地面に押し付けてしまいます。はい、もうね、炎はね、すっかりついてましたね。火が吹きやすいですね、やっぱりね。非常に気に入りました。今回はね、良かったです。ちょっと大げさに言えばですね、なんかこう貴重な相棒に出会った感じです。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。